六号艇町取り祐樹選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。準優勝戦を終えて現状での船足いかがでしょうか。えー、行き足がいいですね。はい。うん。まあ準優勝戦もかなりもうスタートから出ていっていったような感じですたよね。そうですね。まあそこら辺の足がいいと思います。うん。まあ準優勝戦はチルトゼロにしての戦いとなっていましたが、はい、やはりそのあたり、まあ、伸びを意識しての挑戦もされていったんですかね。 そうですね。もうスタート勝負で行くつもりだったんで、うん、はい。ま、思うような足になっていたということですかね。そうですね。はい。ま、途中道中は大峰選手との接戦にもなりましたけれども、はい、大峰選手と比べても遜色ないような足になっていた。出足はちょっと分が悪いっぽかったですね。うん。はい、まあ、明日準優勝戦六号亭という枠になりましたが、まあ、コースについてはどのように感じますか。ま、六コースと思います。調整としては、まあ、今日のようなイメージで行きますか。そうですね。はい。 はい、えー、またスタートについては今節いかがでしょうか。スタートは見えてます。はい、まあ今節 A1 の勝負がけともなっていますけれども、はい、まあそのあたりの気合もやはりあります,ね,すね。はい。はい、えー、それでは最後に優勝戦向けて一言お願いします。えー、5号手の吉村さんがあの永久勝負がけでえっと安心していると思うんで、えっとスタートしたらすぐ締めたいと思います。応援よろしくお願いします。